24日の0時からガチャピンが始まりました。今年はそれに伴い、ガチャピン召喚チャレンジというキャンペーンが行われます。これは、神石と天使石の中から好きなものを一つ選んでもらうことができ、24日から神石が、31日から天使石となっています。さて、このガチャピン召喚チャレンジですが、無料ガチャを引いた後いきなり始まり、こんな感じの画面が表示されます。そして、この神石のうちどれかをクリックした後、呼び出すを押すと、その召喚石自体を獲得できます。いや、獲得できてしまいます。何が起きているかというと、生放送とかの情報を見ておらず、ガチャピン召喚チャレンジの存在自体を知らない人が、神石をもらえると知らずに、適当に押してしまったというわけです。チャレンジとか言ってはいるものの、選んだ召喚石を確定で手に入れることができます。生放送が終わったのが19時とかで、そこから5時間しか経っておらず、情報を見ていない人は多いでしょう。この動画を見た時点ではすでに手遅れな人もいるとは思いますが、救われる人もいたらいいなと思います。もし今回ミスってしまった人は、31日から行われる天使石の方では気をつけましょう。ちなみに、今すぐ選ぶ必要はなく、後にする、を押せば後回しにでき、年末年始のガチャ結果を見てからどれを取るのか決めることができます。期限は、1月7日4時59分までなので、またその時が近づいたらリマインドしようと思います。ということで、今回は、ガチャピン召喚チャレンジで悲しいことが起きているという動画でした。チャンネル登録と高評価よろしく。それでは。